ありましたよ。日韓現代の闇とかやっぱ心の中でやっぱまだ苦しいんですよ。まあ、でもいがみ合っても仕方ないじゃないですか。日韓現代の、うん、その米田っていう、まあ、記者に僕、うん、でっち上げ記事書かれて、まあ、新潮で勝ってるから、うん、まあ、別にもうこれ疑いは晴れてると思うんであえて言うんですけど、ずっとそれがね嫌だったんですよ。まあ、それもね、まあ、これ多分メイン動画でいずれ出すんですけど、もうずっと嫌がらせしてる越山浩司が書かした記事なんですけど、一旦繋いでくれたことがあるんですよね、その記者を、うん、米田さんって記者を。まあ、やっぱでも伊沢講座をやっても仕方ないっていうことで和解をしないかみたいな、うん、話でご飯食べたんですよ、みんな実は。なんかね、まあ、実はそのちょうど裁判をね、はいはい、してる時に、ね、僕が繋いだことがあるんですよね。そうなんですよね、はい、本当そう。それでご飯食べて、うん、で結局、うん、実はそこでね、その記者の米田さんって方と、まあ、YouTube とかで和解したらどうだって話で、うん、僕もじゃあいいですよって、もう水に流してますよって話をしたんですけど、うん、まあ、これは向こうも会社なんで知らないと思うんですけど、うん、会社的にはもう和解っていうか、まあ、そういうね YouTube に出るとかができないってことで流れちゃってね、うん、いよいよ7月に判決なんで、うん、王子はあの時もいいよって言ってたんだよね。そうそう、だから日韓現代に僕手差し伸べたんですよ、うん、まあ、笑いに変えたりとか、そのいきなり突撃みたいな感じで、うん、なんか一つの作品にして和解したらどうって、うん、王子はいいよって言ってたの、はい、だそれがまあね、王子が言ったみたいに向こうも組織だから、そう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 、米田さんの一存でも決められずっていうことがあったんだよね。その王子はさ、正義感強いのよね、うんうんうん、でだから間違ったことが嫌なのよ、はい、理不尽なこととか、はいはいはい、だけど俺が中華屋さんでさ、はい、王子に話した時に、はい、でも、はい、実は闇の方が深いし、綺麗事ばっかりでいかないんだよねみたいな、清濁合わせのむみたいなことを僕はね、うん、ちょっと偉そうに言ったことがあって、うん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 、だから僕はね、その王子は戦いには本当は向かないと思ってんのよ。そうっすかね、あの、いや正義感なんだけど、うんうん、でも自分も疲れちゃうような気が、はいはいはい、何かっていうと、はい、闇の方が深いから、はい、だからキリがないっていうか。そうですよね。だからもう和解したいっすね、面倒くさいんで。もう今電話してほしいっす。いやだからさ、はい、もうあの裁判で勝っても、うん、もういいですよって、どうせ勝つけど水に流してあげますって言ってあげたいっすね。まあそういう気持ちの方が、はい、多分自分自身が楽なんじゃないかなと思いますね、はいはい、そしたらさ、はい、もしヨネちゃんが、はい、ごめんねって言ったら、はい、それで平和的に解決するんだったら、はい、自分も今ごぼうの党ね、はいはいはい、なんで多くの人が支持してくださってるかっていうと、はい、まあ、誰とも争わない、要はそのなんか政党同士が喧嘩してるイメージがあるから、はい、国会で、はいはい、お互いの上げ足取りとか、はいはいはい、そういうことをしないと、はい、みんなで笑顔ハッピーを目指そうよと、うん、いうことを歌ってるから、うん、僕も2人とも知ってるだけになんか仲良くしてほしいから、まあ、そう言ってくれるんだったら全然、もしじゃあ、はい、今、はい、いきなり電話してみて、はい、ね、スピーカーホンで、はい、で状況を言って、はい、話してみて、はい、こう和解できるか、はい、それやってみようか。そうっすね、もし王子今すか、だって書いた証本人に電話してくれるんですよね。かけてみようか、じゃあ、はい、かけてみようか、はい、マジっすか、いいんすかそれ、電話して、まあちょっとね、出てくれたらっていうあれですけど、はい、出るんですか、ね、留守番電話に出ないよ。もう一回言ってみましょう、はい、もう一回言ってみましょう、もう一回いいっすね、もう一回言ってみましょう、はい、はい、ああ、もう一回行ってみましょうか。もう一回行きましょう。もう一回。よっぽど急用やな、これ。よっぽど急用しよう。よっぽど急用、はいはい。よっぽど急用。まあ、は。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、どうもどうもどうも。ヨネちゃん、いや、ヨネちゃんごめんね、急に電話して。いや、あのね、あの、実はさ、今、あの、ヨネちゃんが大好きな、はい、あの青汁王子と一緒にいるんですけど今ね、いやそれで結局ほら7月の裁判とかもあるし、その結果もあるしね、で王子からしたら今回いろんなことがあったから、なんかもう平和的にいつまでもいがみ合っててもしょうがないよねって感じなのね。で米ちゃんがまあいろんな双方誤解もあったから、僕も2人をつないだ張本人だしさ、なんか個人的にごめんねっていう風に言ってくれたら、もうそれで全て水に流しますって言ってるんだけど、はいはいはい、今ちょっと変わってもいい？はい、うん、僕からしてもほら王子もほらいろいろあったじゃん、ちょっといいですか変わって、はいはい、はい、変わります、変わります、どうもご無沙汰してます、あ、どうもどうもどうも、どうもどうも、いやいや、ちょっと奥野さんが今ごぼうの党でいろいろ活躍されてて、その関係で平和にした方がいいんじゃないのかっていう声もいただいて、まあほら7月にもう判決出るじゃないですか、
あ、来週です、来週、はい、あ、来週か。じゃごめんなさい、僕よ、もう本当申し訳ないですけど、多分勝てると思ってるんですよ、身長も勝ったし、はいはいはい。でその後にじゃあどうするかっていうと、僕もまだ若い時って言っても1、2年前はじゃあ日刊現代のもう一回じゃあ勝ったぞってやろうかなとか思ってたんですけど、まあ、そんなことやってもしゃあないなってちょっと今気持ちもあるんですよ。じゃあ YouTube で上で若い賞みたいな話あったんですけど、それはやっぱさすがの会社の都合でも無理だと思うんですけど、まあ米田さんどういう考えなのかなって、その判決が出て、あのこれはあの何の変な意味もないんですけど、いやだから、まあ、はい、それこそあれ、はい、岡村さんとご飯食べた1年ぐらい前でした、はいはいはい、1年ぐらい前に言ったと思うんですけど、はい、個人的にあの佐々木さんに対して何かこう、はい、何か特別な感情があるとかそういう事情でも全くないので。そうっすよね、僕はね仲良くしてほしいのよ2人に、うん、なのであの、まあ、倉さんからお声掛けいただいて、去年お会いした時に僕なりにもいろいろと、はい、まあ、誤解してた部分とか解けた部分はあるので、はい、まあ、裁判は裁判は進んでますし判決は出るんですけれども、はい、まあ、それをもってなんかさらになんかこうまた関係がいがみ合うとかそういうのも別に望んでるところでは何でもありませんし、でそれはそういうことで、あの、うんうん、まあ、うちとしても、まあ、うちは新聞を出すっていうのがまあ商売ですから、はい、まあ、こういうあの訴えられることもありますし、逆にまあ喜ばれることもあると、うん、いう中でやってることですよね。作者も個人に対して何か、はい、個人が何か、考えがあってやったとかそういうわけでは全然ないっていうのはちょっとご理解していただきたいなと。そうですね、でもあれで本当に事実、まあ、僕からすると事実無根ね、越山がリークしたわけわかんない情報で記事書かれて反社って言われてすげえ困ったんですよ、うん、はいはいはい、それについては一言言ってほしいです、さすがに。ああ、なるほど、まあ、迷惑をかけてごめんねと。越山さんがどういう動きをされてるのかっていうのも僕はもう、いや、まあ、もう越山もどうでもいいんですけど、米田さんから一言言ってくれたら僕本当に水に流します。ああ、秋崎さんに、はい、まあ、はい、そうそう、個人的にです、はい、うん、ああ、いや、だからどっかであのお茶でも全然大丈夫ですか。本当ですか。まあ、まあ、じゃあ終わったらお茶でもしますか。いや、本当本当本当終わった後お茶ぐらい全然、じゃあお茶おごってくれたら許すんで、ね、これのことはこうですよ。もういがみ合ってもしゃあないんで。素晴らしい、はい、そう言っていただけるんであれば、まあ、はい、そうしましょうかね。じゃあそうっすね、うん、はい、うん、じゃあ僕判決が出て、まあ、勝ったとしても別に僕騒がないんで、お茶をおごってください、それでいいっす。いや、嬉しい、はい、嬉しい嬉しい、お願いします、嬉しい、平和的解決ですよね、はい、そうっすね、はい、わかりました、はい、時間と場所だけあの後で、わかりました、じゃあそれ奥野さんも踏まえて、なんか、まあ、あの選挙落ち着いたタイミングで、はい、はい、どっか行きました、はい、じゃあちょっと戻します。あ、奥野です。まあ、なんかだから王子はすごいあの純朴っていうかピュアだからさ、やっぱり理不尽なことが許せないっていうのがあるのよね、はいはい、でもほら米ちゃんも警察じゃないからさ、両方とも証拠集めてさ、あの裁判所じゃないからさ、どっちが本当に正しかったかっていう記事を書けない時もあるじゃん、はい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 、その一方の意見でそ信憑性があるなって踏んだけど、それは王子からしたら違うよと、絶対に自分はあの反社じゃないし絶対違うよっていうのはそれは譲れないんだよね、はいはいはい、うん、もちろん反社じゃないからね、もちろんです、もちろんです、うん、だからそれは僕はあの2人とも仲良しだからできれば喧嘩してほしくなかったと。でも今回ね、王子もいろいろあってもあのいざこざもしたくないと、でもよかった、ヨネちゃんがお茶をおごってくれたら許すよって言ってるんで、流すよって言ってるんでよかった、それでみんなが仲良く円満解決になったら嬉しいんで、 ありがとうございます。ごぼうの理念と一緒ですよ、うん、ごぼうの理念、ごぼうの理念、ごぼうの理念、すいません急にお電話しましたけど、とんでもないです、はい、ありがとうございます、はい、すいません、お待ちください、はい、失礼します、失礼します。すごいですね、これ、まあ、歴史的瞬間ですよ。すごすぎる。まあでもさ、はい、2回かけて、はい、3回目かけたからね。いや、ありがとうございます。いや、すごい歴史的ですね。僕もなんか肩のにおりました。こっからまた YouTube で反射じゃないって、まあみんなも分かってると思うんですよ。うん、でもやっぱりけじめとしてやらないといけないかなと思ったんですけど、うんうんうん、そんなことやるより楽しい動画撮りたいじゃないですか。うんうんうん、はい、でもっと巨悪の元凶になったね、今タイ逃亡してますけど、越山工事のこととかやった方が、うん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 、僕としてもやっぱ晴れるんですよ、気が。うんうんうん、こうなったのもあいつのせいなんで、うん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 、それはもう視聴者の皆さん楽しみにしてください、うん、これはもう絶対説明しないといけない時が来ると思ってますんで、うんうん、まあでもそういう巻き込まれちゃった人、うんうん、もう許したいですね、いや、なんでお茶をおごってまで許します、いや嬉しい嬉しい、はい、素敵、はい、素敵素敵。